クリス・ヤング、クリストファー・ライアン・ヤング、クリストファー・リャン・ヤング、1979年5月25日体は、アメリカ合衆国、テキサス州ダラス出身のプロ野球選手、投手。右投げ右打ち。現在は、フリーエージェント、FA 講師中。MLB でも、屈指のフライボールピッチャーである。IB リーグの名門プリンストン大学で、政治学を専攻していたクリスは、 野球、バスケットボールの両方で、新人王を獲得するなど優れたアスリートであった。3年時のの MLB ドラフト3巡目、全体89位で、ピッツバーグパイレーツから指名を受けたがすぐには、契約せず、勉強を続けながら、学位を取得しても良いという確約を得た9月6日に、パイレーツと、契した。3年生いっぱいは大学に留まり、 4年時は、スプリングトレーニングにレポートを持ち込み、移動のバス内で論文を書くといった、慌ただしさが5月の卒業まで続いた。この年は夏に、参加の A 級、ヒッコリー・クローダッツに合流したため12試合の、先発に終わった。翌波 A 級ヒッコリーで26試合に先発し11勝9敗、防御率3.10の成績であった。12月20日にとのトレードで、 もう一人のマイナー選手と共に、モントリオールエクスポズへ移籍する。だがハージェスは翌の開幕直前に解雇され、ギャングは、タダで放出された形になった。しかもハージェスはこのシーズン、サンディエゴパドレスとサンフランシスコジャイアンツで六十七試合に出場している。四月三日にテキサスレンジャーズへトレードされ、AQ フリスコラフライダーズ、トリプル AQ オクラホマレッドホークスで投げた後、 8月24日のミネソタツインズ戦でメジャーデビューを果てた。この年は7試合に登板し3勝2敗という成績を残した。まだ A 級フリスコに在籍していた時に NBA のサクラメントキングスから2年契約を提示されるが断っている。は、開幕から先発ローテーションに入り、投手に不利な球場を本拠地とするレンジャーズにあって防御率4.26。 エド・コーリアとケビン・ブラウンに並ぶ、球団新人最多勝利数とな12勝をマークした。1月6日に、大塚アキノリ、アダム・イートン、ビリー・キリアントのトレードで、エイドリアン・ゴンザレス、ターメル・スレッチと共に、パドレスへ移籍する。5月30日のコロラド・ロッキーズ戦では7回まで、ノーヒット・ノーランに抑えていたが、8回の先頭打者。 ブラッドホープに二塁打を打たれ、記録達成はならなかった。クワーズフィールドでのノーヒッターとなればの野も秀夫以来の、快挙となるところであった。さらに9月22日のパイレーツ戦では、ホセ・バティスタを支球で出した後に代打に二点本塁打を打ったてしまったが、8回1、3までノーヒットノーランという回答を見せる。シーズンを通しては勝ち星こそ11勝に減ったが、リーグ6位となる。 防御率3.46とリーグトップとなる被打率206という成績を残した。メジャー屈指の投手天国とされるペトコパークで5勝5敗、防御率4.60、18飛本類だと成績を残せなかった一方、アウェーでは6勝0敗、防御率2.41、10飛本類だと、どの部門でもホームよりも優れた数字を記録している。シーズンオフに行われた。 日米野球では代表メンバーとして来日し、2試合に登板した。この際にクリス・ヤング・ S ・ジャパンブログを MLB 公式ホームページに寄稿していた。4月10日、2010年までの4年日、450万ドル、2011年は、球団オプションで契約延長した。6月16日、シカゴ・カブス戦にて、デレクリーの頭部に支給を与えてしまう。 この後ヤングが発した言葉にリーが激行し、両軍入り乱れての乱闘騒ぎになるという事件があった。これにより二人には罰金とも試合の出場停止処分が言い渡された。シーズン序盤から好調でオールスター前までで発症を上げていたが、7月24日のロッキーズ戦の2回に、ハスモンスジを痛めて故障者リスト入りしてしまう。この時点では、 メジャートップの防御率1.82であった。8月9日のセントルイスカージナルス戦で復帰したが、復帰後は大量失点の試合が増え7月19日に、上げた9勝目を最後に勝つことはできなかった。は、2度の故障者リスト入りで18試合の登板で、7勝6敗、防御率3.9693奪三振と、パドレ水石5最低の成績となった。 5月21日のカージナルス戦で、アルバート・プホルスの打球が顔面を直撃で、骨折により、5月22日からシーズン1度目の、故障者リスト入り。右前腕を痛め、8月11日から2度目の、故障者リスト入り。9月7日のミルウォーキー・ブルワーズ戦で初回から打者23人連続で、無安打を抑え、非安打に、自責点1でブルワーズを10対1で破り。 メジャー初関東を達成。また、9月20日のワシントンナショナルズ戦で、メジャー初本塁打を記録。パドレスは6対1で勝利し、ヤングは勝ち投手となった。1月、ヤングは、次シーズンに向けて、ニューヨークメッツと1年契約を結んだ。2011年シーズンは、エースのヨハン・サンタナが前シーズンに故障し、手術を受けた影響で開幕に間に合わない可能性、あったため、 先発ローテーションの穴を埋める投手の一人として期待された。しかし自身も右肩の故障で手術を受け、4試合の登板に終わってしまった。シーズン終了後の契約延長はなく、10月30日に FA となった。当初も契約先が決まらず FA であったが、3月26日にメッツとマイナー契約を結び復帰した。 シーズン開幕後しばらくはマ前投でのプレイが続いたものの6月にメジャーに昇格復帰を果たしている10月29日に FA となった2月22日にナショナルズとマイナー契約を結んだが3月26日に放出された4月4日にナショナルズと再契約11月5日に FA となったが11月13日に ナショナルズとマイナー契約で再契約した。3月25日に自由契約となった。2014年3月27日にシアトルマリナーズと契約した。この年は2年ぶりにメジャーで登板した。最終的に12勝を挙げてカムバック賞を受賞した。オフに FA となった。3月7日にカンザスシティロイヤルズと1年契約を結んだ。 この年は先発とリリーフの両方の役割をこなし、18試合に先発で、16試合にリリーフで登板した。防御率は前年より下がって3.06となり、2年連続で2桁勝利を上げるなど、活躍した。同年11月2日に、FA となった。も、先発とリリーフの両輪で投げ、13試合に先発登板、21試合に、 リリーフ登板した。ただ、投球内容は悪く、いずれも、自己ワーストの防御率6.1928、基本塁打を喫し、3勝9敗と大きく負け越した。なお同年、メジャー初セーブを記録した。6月23日に、ネフタリフェリスの加入に伴って、リーフ、翌24日に自由契約となった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。